ちは、渡るでございます。冬場運転をされる方、本当に気をつけてください。私も冬場運転する際は本当に気をつけておりますけれども、何年経ってもやはり運転は慣れたものではありません。しかしながらどうしても運転しなければならない場面というのはあります。なので運転される際はこの3つは絶対にやってはなりません。急発進、急ハンドル、そして急ブレーキでございます。この3つに共通しているものは急でございます。夏場とは違い、すぐに発進できません。すぐに曲がることはできません。すぐに止まることはできません。夏場と同じような感覚で運転してしまうとスリップで事故を起こしてしまう可能性があります。私もそう願っておりますし、皆さんもこのように願っていらっしゃることとは思いますけれども、冬場の交通事故は一件でも減らしたい。そのためにも先ほど申し上げました急発進、急ハンドル、そして急ブレーキ、これは冬場では絶対にやめてください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。渡るジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。